織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐華と名田も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的に始まろうとしていた。新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり我らの腕輪にあるのでしょうか。違うとは言えぬな。だがそもそも神がこの世界に来なければ何も尋ねることはできない。私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしろ神が動いてくれてよかったよ。ですがこの力を使えばまた敵が増えるかもしれません。なるべく頼らぬ方がいいのかもしれませんね。すまない、私が何も知らず不用意に腕輪を探させたせいで。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため懸命に動いてくださっている。むしろ感謝しています。ねえ早く行こうよ、僕待ちくたびれちゃったんだけど。ああ、待ってください。ナタ殿。ナタめ、相変わらずせっかちな。では私たちも行くとしよう。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているようだ。献身校のもとへ急ぎましょう。はい。あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。大きい参上。私の筋肉通じるのかな。後ろ向きになるなど銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく魂で戦うのです。総志向参る。雪村殿は難しいことを言うな。意と愛にあふれる技の数々、感動しました。ペルセウス、我らを欺き腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさねば。落ち着け、アテ。兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つがいい。間に合ったようだな。救援者す、この七共に楽しまう。全身あるのみ。お前は私が認めた将だ。これぐらいの働き当然だな。アテナはなぜこうもあなたを敵視するのでしょうか。彼女には随分目をかけてもらっていたからだ。我が手に光を。裏切ってでも私にはなすべきことか。敵だという侮辱。大きい参上。己の道を貫き通す気にあんと通じるものがありますね。汝が闘争見事、この地の邪は払われり。ですが、まだ終わっていません。神勝と金綱は前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。いや、驚いていた。雪村殿も銀兵殿も戦場に立つと人が変わるから。イネル、そうでしょうか。私、戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。お待ちなさい、この先には行かせませんわ。どうしてもというなら悪夢を見てもらうことになるわね。我が手に光
か弱い君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな、現実を教えてあげるよ。これでお二人の元へ向かえる。影勝様、金継殿、しばしお待ちを。私を恥ずかしめるなんて、覚えておきなさい。あなたたちの顔忘れないわ。今こそ攻め立ててやろう。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。この世界の人間の力は計り難い。思っている以上に強い。そして魅力的だな。私が行こう。お前が天下無双だ。ここで救援とは。地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけない。敵の増援か。ならまとめて撃滅せぬ。我らの武を示す時だ。承知しました。仲間に任せよう。宗主公参る。ほう、抗う。人間め、無駄なことと知るがいい。なんという大軍。覚悟を決める時か。形勢不利か。だがまだお前たちに倒れられては困る。私とナタで食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。へえ、結構強いんだね。協力しろ。上官の中だが我が力惜しくは勝そう。大きい参上。ここは我ら三人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし雪乃、ここは逃げよう。あの力私たちでは太刀打ちできる。魔王騎が討ち取った。宗主公参る。さすがです。あなたならばと思っておりました。駆け引きの妙見せてやろう。やっぱりこっちへ来てまったが、しょうがないの。残念だが、ここは当選。キツナリ殿、なぜ。黄河連山。雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。雪村、救援の会、今こそ返す。ここは任せよ。お前たちは迂回し、退路を確保するのだ。カル、前進なるのに。わしも続かねば。ヘルセウス殿、行きましょう。あなたとならばどんな窮地も切り抜けられる。そうだな、私もそんな気がしてきたよ。我が子のために、すなわち今日劉備殿、私の力が足りぬばかり。あの怪物を倒したのか。どうしようもないバカどもだな。こうなったら腹くくるしかねえ。三成、
あの二人を止めるで。やってくれるね。僕が認めるだけのことはあった。つまりとも、なぜ私たちが戦わねばならないのです。そのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな。答えられぬ状況を察しろ。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。この世界の敵は手ごわい。我が右腕なるナレがいれば助かる。なぜ邪魔をする。人間がどうなろう、貴様らには関係あるまい。お前は人間を知らなすぎる。奴らをあまり侮らぬことだな。打ち取ったり。噛む。わしも続かねば。なぜこうも抗う。人が神に勝てるとでも思っているか。お、来た来た来た。清正、敵が来たぞ。大声出すな、バカ。イレオス様の命だ。ここは倒産。新人、新人、あと少しで逃げられるのに。どいてください。援を頼む。わかりました。ここは一度立て直す。小賢しい真似を。どうあがこうと我らから逃れられはしない。この戦場、俺が混沌に飲み込んだ。手に光を焦がれるでしょ。撃ち取ったり。わあ、真の三国武装みたいですね。まさにそう。失礼しました。ナレの感染は好ましい。いつまでも見ていたいものを。彼女たちへは心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか。その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいた甲斐がありましたね。急いで乗り込んでください。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ諸葛亮殿。追っ手がかからないうちに急いで逃げましょう。